今回のこの問題は個人的に S 系を感じるところがあってで自分も M か S かって聞かれると S 気質の方がま強いんですよねだから解きながら「うわ分かるわ」って「そう出したくなるよね」っていうのを感じながら解いたんですがまあ皆さんにとってはねどうでもいい話なんですがじゃ今回ね獅子の第45弾やっていきましょう、まあ、オープニングね、あのー、変なトーク入ったんでもう画面避けて始めたいと思いますはい皆さん動画止めてねやってみてくださいいきます まあ一応数学専門なななんんででねいい問題解れてるじゃないですかそうすると「あこの出題の仕方優しいな」とか「おこれはちょっと S っ気たっぷりじゃない?」とかっていろいろ感じるわけですよ。で今回のこの10問はある都道府県の公立の問題を大問1全くいじらずに結構いじることが多いんですけどいじらずに出しました。もうなんか出題者の方とねなんかこうシンクロしたいなっていう気持ちがあってちょっと難しいっていうか引っ掛けの面も多いんですがしっかりね攻略していきましょう。 じゃあまずね最初からいきます。まあ最初はいいんですよ。マイナス五プラス二なんでね。まあマイナス五の方がマイナスの方が多いので、これはまあマイナス三でいいでしょうと。で次も展開なので、まあこれは公式通り普通にいきます。x 二乗、えー、プラス四 x プラス四と。ちょっと曲がりましたね。で次です、えー。y は x に反比例。まあ最近やっぱね試験取ってても思いますけど、反比例はよく出てきますね。で 問題が反比例4で比例定数が3、x、と y の関係を式に表しなさいと書いてありますまず反比例と言われたら y イコール x 分の a ですよいいねここはもう絶対に押さえる一番間違いやすいのは a 分の x って書くねそれがミスが一番多い x 分の a ですで比例定数3とまあ受験対策では珍しいかな比例定数っていう言葉あんま出てこないですよね これなんぞやっていうと、これ A のことだからね。比例定数ってこいつです。つまりいつもは x が6の時 y がマイナス2でっていう計算が入ったんですけど、もうしなくていいぞと。私は書いてあげるよ A をってことで A が3だからもう答えそのまんまです。y イコール x 分の3。これで終了。これはね、もう計算しなくていいから簡単のように見えるんですけど。 なかなか出てこない比例定数を不意打ちで入れてくる感じね。えって一瞬、慣れてない方は思うと思う。比例定数出てくるとね。まあこのままです。普通で OK。で、次が内角の和。まあ問題は正五角形のって書いてありますけど、まず公式確認しておきましょう。内角の和の公式は、180、一応かける入れとこうか。まあ一回、括弧使うからね。180括弧 N-2 です。これが公式。これ中2で習いますね。2年生で。 n は何かっていうと今何角形っていう部分の数字が N に入ります今は正五角形つまり五角形の内角の和を出せと言ってるのでここに5が入るつまり5 2なんで3なので計算としては 180×3 で OK。で 540° これで終了となります。 だから十角形の内角の和とか言われたらです10がねマイナスにすると8なんでそんな感じで出してくださいちなみにこれも余談になりますけどはい外角えー、外の和でいいかな外角の和はいくつかっていうとこれは360度固定ね外角の和っていうのは何角形だろうと全部360度です 三角形だろうと五角形だろうと十二角形だろうと何角形だろうとねもう覚えておきましょうで、まあ、今回の問題全体的に感じてますけどもう、まあ、順番に解いていくじゃんここだよねここで思った「わかる!」ってこれ出したくなるよねっていう5番ですこれ因数分解これ二次方程式解いていくんですけどおそらく一瞬止まる方もいると思います割と出てきやすいのは公式使うやつだからね因数分解使って括弧2個作ってっていうパターンが多いんですけどそうじゃないんですこれ そこで一瞬ペンが止まるかもしれないんですが何するかっていうとこれくくり出しですくくり出しだから共通項を見つけて、まあ、X しかないんだよね X くくり出すと手前から、X、出すと2、X、が残ります後ろ、X、取るとなくなるんじゃなくてマイナス1が残るからねいいマイナス1が残る、まあ、もう一回配り直した時に元に戻るよっていうのをイメージするとわかりやすいと思ういいかな でここですよでこっからどうするっていうねいつも出てくるまあ因数分解をしてからさ二次方程式解くパターンありますよねこれ解くと、X、イコール5と3なんですよねこれ多分まあ分かる方多いと思うんですけどこれなんでこれ5とス3になるかっていうところがきっちり説明できる方はここつまずかないですきっとつまずかない。 でまあ、よくね話しているので、まあ、飛ばしたい方は全然飛ばしてもらって構わないんですけどこれなんでこういう答えに導けるかっていうとカッコの間に掛け算が隠れてますつまりこっちの括弧丸の方ねと四角のこっちの括弧ある2つのものをかけてゼロになってほしいっていうのを今考えてるんですね。であるもの2つをかけてゼロになるっていうのはこっちの がになるかこっちちががににななるかればいいんですどっちかが0になれば掛け算は0です答えはね。ってことでじゃあ x ス5を0を解いたらまあ移行するだけなんで5が出てきます。<laughs> ごめん。x+3=0 プラスを解くと移行すればス3が出てきます。だからこうなんですよっていう。そこが分かってれば戻りますここ。掛け算隠れてるのはここですよね。つまり。 こいつが0になるかこいつが0になるかを考えます。丸は0つまり x が0はそのまんまです。0が答えです。もう一個 2x-1=0 の方はこれ解くと1を持ってきて両辺2で割るから x=2 分の1となります。だから答えは x=0 と2分のと 分のとなってこれでで終了ですこの出し方をね効率の大問1で出てくるのを久々に見たなと思っていやーなかなか S っ気感じますよと思ってねでちなみにこれが、まあ、くくり出しを使うっていうところでも一瞬うってなる方が多いわけでそれかつ答えが分数バージョンだからさらにつまずかせようとしてるのねでこれのもう一個優しいバージョンだったら こうなんだよねこうですこれだとくくり出しは使うんだけど括弧の中があのいつも綺麗な形になるので答えがブ数ス出てこない,いやちょっと優しくなるんだよねでさらにこいつからもう一個難易度をちょっと上げるとまあ自分だったらこう出すよねこう出すきっとこれ黒の元々問題とこれ一緒ねこう出すの取材で。 でこれはその x を左辺に持ってきてこの黒の形にしてから、えー、同じように解いていくんですけどこれで出題されるとい何やらかすかっていうと両辺 x で割る子が出てきます。x で割っちゃえって左側 x で割ると 2x 右割ると1ってで両辺2で割れば1 2分の1だっていうねこれが×なんですよね答え0が入ってないんで。なんでこのやり方が×かっていうのはあの話が長くなるのでちょっとねここではしょりますけど。 まあそんな引っ掛けのやり方もありますよと。いいかな。で、6番です。まあ6番もね、あんなちゃっかりここに小数入れてくるっていうパターンなんですけど、まあこれ王道です。王道の問題で、え真ん中にルートが入ってます。で、どうやるかっていうと、ルートが邪魔なんだよね。邪魔だから、全体を二乗します。いい全体ちょっと待ってね。大丈夫こ 全体2乗するそうすると真ん中は2乗するとルートが外れるから A です。で右もね3の2乗はサザンが9だからこうなる。で、まあ、こいつはね筆算しますか2.4すると96と48576か5.76ですね。ってなっちゃえばさルートがなくなるから5.76より大きくて9よりちっちゃい数を全部書けばいいと。つまり A は。 6からだ、ね、6 7 8ここはイコールが入ってないので9は入りませんもしここにねこういうマークイコールマークが入ってれば9も答えに入れなきゃいけないんですけど今回はないのでこうなりますよいしょ。いいかなで7番もねなかなかシンプルに見えてちょっと段階踏ませるようなって問題なんですけどまず。 6x-y=10 イコーと x 軸との交点を p とします。も、ま、う、あ、第1段階です。いいまあ、まあ交点 p 出しましょうと。で直線があるわけですよ。直線があってまあイメージするとさちょっとこれ今適当に書きますけど x 軸との交点だからここですよね。x 軸との交点っていうのは何がヒントとしてもらえるかっていうと y 座標が0なんだよね。x 軸上の点って y 座標0だから。いい y が0のところ x 軸。えっと x 座標まだ分かんないけどね。 ってことで、x 軸との交点と言ってる時点で、えっ、ー、と、ここの y 座標が0が決定してます。p に関しては。で、y が0って分かってるから、y を0代入しちゃえばいい。ここにね、こいつが通るって言ってるから。つまり代入すると、6x イコール10になります。y が0なんで。で、解くと、6で割るから、6分の10ね。6分の10。約分すると3分の5です。 つまりののの座標は3分の5の0なんですよここだけで終わる感じがするかないろんな都道府県解いてると大門1だったらねでもここで終わらないんだよここは出させた上でじゃあこいつが <coughs>、えー、このあと直線 a x a 2 y 1 5この直線 <coughs> ごめん、ちょっとね、喉調子が悪くて。<coughs> この直線が、P を通りますと。その時、A の値求めなさいって言ってます。だから、まあ、いつも通りだよね。二次関数だろうが、カーブしてようが、直線だろうが、通るよって言ってたら、代入しちゃえばいい。代入しちゃう。だから、X のとこに3分の5、Y のとこに0を代入すると、3分の 5A だね、ここね。 で、またはゼロ代入するから消えてしまう。十五だけ残ります。両辺に五分の三かけましょうか。五分の三、こっち五分の三かけると消えるからね。で、約分すると a。a イコール九となって、これが答えとなります。いいですね。いい感じに数形が出ておりますと。でもってですよ。八番ですね。これもね。おって思ったのが。 あのお金投げるんですよ500円100円50円10円投げるんですけど4枚なんだっていう4枚ありますけど中学校の範囲でやっぱ主に3枚なんだよねメジャーなのはおお4枚やるねみたいなで4枚投げて表が出た効果の合計金額は600円以上ですねでえっとおそらくみんなが習ってる先生によっては何、えー、だ表で 書かされることもあると思うんですけど俺樹形図を使うタイプなのでちょっとそっちでか行かせてくださいでコインの樹形図はもう決まっていてえっと表と裏じゃないですかでも表裏って書くと画数多いから俺丸×で書きます丸が表ね表でコインの樹形図は全部枝が2本です表と裏の2種類しかないからだから2本出すの丸 ×2 本出すの丸 ×2 本出すの 〇ですコイン1枚コイン2枚コイン3枚なんだ普通はでも4枚なんだ今回だからもう1個いきます〇〇〇〇〇とでそれのスタートが「×」バージョンもありますもちろんこっちあるんですけどちょっと今説明上はしょります1回樹形図を書く目的は目的の1個としては確率はほにゃらら分のほにゃららなんで「 全体の何分のが欲しいのね。で、これを書くことによって、一番右数えます。1,2,3,4,5,6,7,8。もちろん下ももう1個8個あるから、全部で16個ある。それが16通りあるので、全体が16。16分のから始まるの。で、あとは、600円以上になるところを見つけていく。で、これはね、今、一番左が500円。100円。 50円。一番右が10円です。だから一番右、えっと上のところは全部丸だから、500円も100円も50円も10円も全部足して660円になるよっていうところを表してる。で、ここでちょっと優しいのが、600円以上にしてくれてるところなのね。そこポイント。なんでかっていうと、600円以上になるには、ここと、ここを絶対に通らないとならないんだわ。つまり500円絶対必須じゃん。 500円なかったら600円超えるわけないし。で、100円を逃してしまっても、560円までしかマックスいかないから、500円と100円が丸になるのは絶対なのね。逆に言うと、ここだけなってくれれば600円超えるからさ。つまり、道筋としては、ここ600円超えるよね。ここも超える、ここも超える、ここも超えるんだ。でも、あと全部超えないんだわ。 で下を書かなかった理由は500円が×になってる時点で絶対600円超えないのねだから下も絶対なの該当するのは上の4つしかないつまり答えとしては16分の4で絶対ね約分忘れないようにして答えは4分の1とこうなりますいいかなコインの問題はぜひこういうふうにやってくださいで最初に言ったように表でやっても構わないです ただ自分表は結構時間かかってしまうので、いつも樹形図で。あの自分の生徒にはね、統一させてやってしまうんですが、まあ参考になれば幸い。でもって九番ですね。まあよく出てくる円錐の展開図です。これ円錐の展開図だからね。扇形に、底の部分の円がくっついてる形なんですけど。この展開図を組み立てた時、側面となる扇形ね。ここね、側面扇形ここです。ここは半径が十六、中心角が百三十五度になっております。じゃ。 底面となる円の半径ここですね円の半径まあ半径 R って置うことが多いんですけど、まあ、説明多分 x の方がしっくりくるから x でいきましょうかそこを求めなさいとで、えー、よく使う方法ですけど扇形あと、まあとえっとこの円周円帥だの展開図はここですねここ扇形の「こ」っていうところこの部分と「 円円の円周の周長さが一致しますなぜなら組み立てた時にくっつくとこがこことここだからこうね組み立てて当然同じ長さにならないと組み立てられないもんね。ってことでまあ一個一個出していこうとまずこっちからいこうか「こ」からだねえー「こ」です出していきましょうはい大型、えー、の「こ」の公式は直角 まずい型の直径ね。えっ、ー、と16の2倍なので32です。直径かける π かける360分の中心角です。135度。これが公式。もう一回言います。直径かける π かける360分の中心角。公式だとよく A って言われてるやつですね。多分教科書とか載ってるやつはね。これがこで、こっち、円周ですね。 円周は直径かけるです今半径を x って置いたので直径は2倍だから2になります。でかける π これが円周。でさっきも言ったようにこいつとこいつが同じになるのでイコールにしましょう。パイかける360分のでイコール 2x かける π ですね。 ねえ、もう、両辺。右辺にも左辺にも π があるから、まず π 切りします。切っちゃいます、π を。邪魔だから。で、切って、あとは約分祭りですね。頑張りましょう。で、360と135。5ずつ、5を刻んで、3を刻んでって言っても構わないですし、一発で気づける方は45です。約分は。45で約分すると、上が3、下が8です、これ。こうなる。で、8と3十にも約分できますね、ここ。 でここは4になるから左辺に残るのは12右辺は2、X、だけちょっと、ま、そのまま入れ替えますけどこうなるつまり、X、は6なのでこれ単位あったっけあったね。で今求めたかったのはここの半径そのままね、X、が求めたかったものだから 6cm これが答えになります。<laughs> さあ動画長くなってしまいましたがラストいきましょう。 やっぱり度数分布表もよく見るよね本当に出るなってなんか年々増えてる気がする今の都道府県見てると。で今回はですね、まあ、ここもえ今多分この辺にあの編集で出してると思うんですけどこれが、まあ、の度数分布表になっていて A と B があるんですよねしかも A と B の比率をあの比例式にしてくるっていう「おおやるな」っつってね で、これは、まあ、解き方はいろいろあると思うんですけど、自分がやった方法は、もろにこれを使っていきます。で、これを使う前に、文字を1個減らしに行きます。文字は3個より2個の方が楽です。2個より1個の方が絶対に楽なの。減らせるなら減らす。文字はね。で、どう減らすかっていうと、度数分布表を見たときに、全体で100人は分かってますよね。100人が分かっていて、上から23、で下の方に15と6がある。44人は出てるんだよね。 だから逆に言うと A と B を足すと残り56人なはずなの。44には出てるから。だからこれはどっち消してもいいんだけど B は56人から A を引いたものって置けますよね。まあ A イコール56く B でも構わないんですけど。で、こう置けるからこの B の部分をそれに置き換えちゃうの。俺は。こうやって56く A って。 でで比例式解きますす外外中々ですよねそれぞれ掛け算します。まず外外掛け算すると 3a。あこれ中中の方が早かったな。で中中やると 56×4224、えー、マイナス 4a ですね。これ配るとき絶対カッコつけるんだよ。こうだからね。今これ分配してこうなります。でこれを計算すると 7a イコール224なので7で割ると32と。 A が出てくるんだよ、ね、で A が32ってことは B はここで戻せば32を引くから24ですね。で度数分布が完成するとこれだけでもいいんじゃねえかと思うんだよもう問題としては。ただねここの主題者はねこれで終わらないんだわ。その上で中央値が含まれる階級を出せと。ししかもも階級を出せならまだしも そこの相対度数を出してこいよっていう。もうね、3つじゃ、もうね、パンチパンチパンチみたいな感じでね、打ってくんの。これすげえなと思って。で、まずは中央値が含まれるとこなんだけど、全体が100人だよね。100人、偶数人なので、真ん中が決まりません。ピンポイントが。でどう考えるかっていうと、まあ、100人分かりやすいね。左50、右50いる状態で考えるから、50番目と51番目の間が中央値になります。場所としては。 でも、こういった問題の時には、50番目と51番目が必ず同じ階級にいるようになってるので、じゃあこいつらどこにいるのって考える。で、戻ります。えっ、ー、と、まあ、出てるかな多分。上から23人だよね。下、次32人だから、55人まではもう上2つにいることが決まりましたと。つまり、50番目と51番目どこにいるかっていうと、上から2番目の10から、ここです。 ここにいるんです、こいつら10分以上20分未満かなにいることが分かりましたとでさっきも言ったようにこれを答えるだけじゃねえのかと最後は相対度数をだけ出しに行きますでですね相対度数を出せっていうのはめちゃくちゃ出ます受験でよく出るので出し方はシンプルだから覚えておきましょう相対度数の出し方は度数割る全体です度数全体 で今だったらここの階級の度数は32だよね32人いるからつまり32割る全体100人だから100で割るの。でこれまあ計算すれば0.32となってこれで終了となります。はあバシッと決めたかったなちょっと待ってね。わ今決まったと思ったな 三十二割百やると零点三二となってこういう感じだ。これがやりたかったんだ <laughs>。これで終了となります。いいかな。まあねあのー、まあ出題者がどうのこうの話をしたんですが、あのー、まあ S.K.S.K. っていう言い方でしたんですけどこ個人的には問題としてはすごくいい問題だと思います。 でいい問題っていうのは確かに難易度は若干高いんですけどあの死守の中ではね高いんですけどいろんな知識幅広い知識っていうのをしっかり解いてるんだよねあそう解いて通ってるかそうって思っててなのでこう今までみんな基礎練習してきたものがしっかり身についてるのかなっていう幅,い幅広く使えるのかなっていうチェックにはとてもいい問題だったのでもしねみんながつまずいた問題とか怪しいなって思った問題があったら必ず復習をして えっとしっかり自分の力にしていってもらえたらと思います。では今回はね高校受験対策の主主シ,シリーズ第45弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。